皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日の貴子録のテーマは、憎しみは結局自分に返ってくるということについてお伝えしてみたいと思います。人はですね、いろいろな経験をする中で、あの人本当に嫌だとか嫌いとか憎たらしいとかね、思う感情っていうのは出てくる時ってあると思うんですよ。で、出ちゃうこと自体はね、悪くない、ないっていうか、いや出ちゃうからしょうがないんです。私も神様じゃないのでね、あの人嫌いだな嫌だなとかね、思うことありますよ。あるんだけれども、例えばさらにそれが増長されると、例えばですよ、その人がもっと不幸になったらいいのにとかね、もっとうまくいかなくなったらいいのにとか祈り始めると、かなりこうマイナスなゾーンに入っていく感じになるんですよ。憎しみ、憎悪っていう、憎い悪いって書いて憎悪ってね言うじゃないですか。憎悪の領域になってくると、その感情って相手に伝わるかと思いきや、憎悪の感情を持てば持つほど辛くなるのは自分なんですよね。はい、自分に跳ね返ってきます。その感情を持ったっていう感情が、渦巻くドロドロとかが全部自分に跳ね返ってきます。これはね、多分経験ねしたことがある人は理解できるとはね思うんですけれども、ことわざ的なもので、人を呪わば穴二つっていう言葉がねあるんですけど、墓穴を掘るっていう言い方もねあるんですけれども、誰かを呪ってその人がじゃあ死ねばいいみたいな感じでね、墓穴ですから墓の穴を掘るわけですよ。でもそれをやるとほぼ同時に自分の穴掘ってるのと一緒みたいな、そんな感じです。だいたい呪ったら自分もだいたい破滅することが多いですよ。だから憎しみっていうのは上手に逃がしていかないといけないし、そもそも憎いっていう感情をですね、持たないようにっていうか、生み出さないように、私中庸っていう言葉がね好きなんですけど、例えば憎しみの、そうだな、好きと嫌いとかっていうね言葉があって、もちろん好きはあってもいいんですけど、好きすぎると何か嫌なことがあった時に一気にそれが反転して嫌いになるみたいなことってあるじゃないですか。だからどちらも行き過ぎは良くないっていう風に思ってるんです。だから真ん中がいいと思ってる。で、真ん中の感情を保つようにすると、大概のことがやり過ごせるようになりますので、憎しみっていう感情をなるべく持たないで済むようになります。私の憎しみの原点っていうのは、父親への憎悪っていうのが原点でありますけれどもね、今こうやって淡々と喋れるから、憎悪っていうか、そういう過去あったよねぐらいな感じ。今特に触れ合っていないので、どうっていうのはないんですけどね。だから憎悪とか持ち続けてると、そのエネルギーってやっぱね、自分の体を蝕みますね、やっぱり。そしてそれの感情にとらわれてると、明るいものとかできるものを見落としてしまうし、逆に自分に対していい思いをしてくれてる人とのお付き合いとかまで曇っていってしまうので、憎しみは結局相手を陥れようとか仮に思ったとしても、自分に結局返ってきちゃうんだっていうふうに思えばですね、結果として、自分にとってあまりいいことはないんですよ。だからまずそういう感情を持たないように、まず最初の段階で、ね、重要な状態で生きていくっていう考え方をする方が、多分結果的に楽なんじゃないのかなっていうふうに思いますので、そんなお話を今日は伝えてみました。それでは。